今関空に着きまして、搭乗手続きです、熊田さんです。今搭乗手続きに向かってます。国際旅行はもう本当に久しぶりなので、今熊田さんについてます。あれだ、ノックスクート空港どれだ。すごいですね、こんな感じなんですね。旅に出る人たちがいっぱい。ここに届きまし、着きましてね、今初めて外に出ました。超暑いっす。熱帯な感じで、ね、こうやってタクシーがいっぱいありますね。すごいすごいすごい。今からタクシーに乗ろうかなっていう感じですね。クワさんがいます。クワさん、なんか一言。え、特にないですっていう感じで、ちょっと今初めてのタイということで、テンションめっちゃ上がってますんで、いっぱい収録していこうと思います。そっち行くんですか。あ、そのタクシーのことし、今からタクシー乗ろうとしてタクシーを探している状態です。すごいっす。セブンイレブンさっき行ったんですけど、さっきセブンイレブン行ったんですけど、めちゃめちゃ種類あってね、日本と全然違うんですよ。当たり前ですけど、それにもすげえ感動してるっていうね。350くらいだったらいけますね。今からタクシーのね、乗り場に行きます。交渉してきます。こういう感じでね、タクシー乗り場っていうのがありましてですね、なんかすごい勧誘されてますね。まあそこら辺に人に捕まえましょうか。そうですね、空港ホールじゃなくて、はいはい、なんか普通にこうちょっと歩いて乗った方がいいと思います、はいはい。というわけで今からタクシーを探しに行きます。さっきのタクシー屋はね、ちょっとぼったくりの感じだったんで、ちょっとやめてね、違うところに。ピンクとグリーンでしたっけ。グリーンとイエロー以外がいいということで。でもそれしか走ってない。ピンクとか。あれがいいのかな。ちょっとめっちゃ待ってる。タクシー多少今アプリでね、なかなか面白いですね、こういう交渉とか。行けそうっすね。いやー、すごいっすよ、このスピード感の。二血してるからね、普通に。めっちゃ二血してる。おばちゃん二血してたから。すごいすごい。スピード感。タクシーに乗りましてですね、初タクシーですね。こんな感じで、街並みがね、流れてってますけど、すごいっすよ。300バーツですね。300バーツで、どこまでだっけ。熊さん、どこでしたっけ。あと周辺なんだっけ。あ、そう、サラデーンまで行けるらしいです。タニアスピリット、タニアスピリット、日本人みたいな名前ですよ。そこまで300バーツってことは、4倍するとだいたい日本円になる。 3.6 とかなんで、だからまあ1000円ちょっとですかね。1000円ちょっとでね、まあ、20キロぐらいの道のりを行けるということで、すさまじいですね。すさまじい安さですね。はい、今ですね、シーロムという場所に着きましてですね、雨がすごい降ってきちゃってね、今雨宿りしてます。スターバックスがね、あそこにあるんですよ。見えますかね。どこにでもあるんですね、スタバね。いやー、すごい、もうタイって感じです。まあ、タイなんで当たり前ですけどね、匂いがね、すごい匂いがタイっぽい。すごいっすよ、なんかもう結構こう発展してますよ。うん、すごいすごいすごい。タイの電車に乗りますということで、今ここがですね、サラディーン駅で、今から、名前忘れましたけど、ここから23分ぐらいかかる駅に行きます。もうね、日本とあんま変わんないんですよね。山手線みたいな感じで、すごいっすよ。もうなんか日本すごいタイ進出してんなって感じです。今晴れてきました。さっきまで土砂降りだったんですけどね、天気はこんな感じですね。あ、これちょっ
ちょうどいいタイミングで来たので今から乗ります。感じでね、ドライス、カットライスです。そして、そうめんみたいな大量にいただきます。はい、今、やっております。そんな感じで屋台がめちゃくちゃありまして、すごい都会の中にこの屋台があるということで、すごいこの屋台の感じ。都会なのに、めちゃめちゃあるという、この都会の感じですごいです。かなり都会です。これはなかなかないですね。このバイクがいっぱいね並んでるっていう、すごいです。かなり完全に観光客もあるらしいですけど、すごい。こういう感じですね。すごい。かなりもう確実までやんないと捕まえらんないらしい。なんか多分もう持ってるっていうところまでだろう。取引のところまで詰めて多分貼ってか、または多分なんかその警察がそのなんだろう、役の場合にを多分取引かなんかして貼って そう捕まえる。で、あれ持ってるって思ってる。家宅捜索として、ま、万が一なかったら、そうだよ、取り返しつかないらしい。もう警察何やってんだみたいな。多分無罪になる。っていうか、もうかなり被害。なんか3年に1回くらいさ、連続してさ、だってさ、おかしくよね。だってさ、スノボーから行くでしょ。連続して行くじゃん。行ってます。連続して行くからさ。普通に取ればいいじゃん。だってさ、こんなに、てか、あれじゃない、警察がさ、大阪でさ、取り逃がしまくってるからさ、それの、あの、警察へのさ、批判をさ、抑えるためにさ、そこで、こいつら捕まえとくか、みたいな感じで、そういうのもありそうだよ。警察批判が高まるときに、やっぱ警察すげえ、なるんですかね。それがあとメディアをさ、
ガパオだ。ガパオだ。今からタイのスクンビットを歩きます。すごい繁華街って感じでね、相当人がいっぱいいます。あんまり日本にはないようなカオスが、あ、そうなんですよ。これがスクンビットですね。すごいかなりの数ですね。いやー、夜の繁華街っていう感じでね、すごいですよ。めっちゃエロい格好してる。これ撮んなよって言われるの。Twitter 用に中だけ撮っていいですか？マネーしか持ってなくてですね、タイのねバーツをね持ってなくて、ちょっとねクレジットカード使えたからよかったんですけどね、ビールが1杯850バーツって言われちゃってね、ちょっと足りなくなっちゃったんですけど、すごいっす。私12年ぶりには海外に来てるんですけど、こんな感じでね、相当決めてます。すごい。
すごい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 。景色いい感じだわ。タイに来てまして、今回4泊5日の旅行ですね。後ろに見えるのはチャオプロヤ川ですね。私が泊まってたホテルも映ってるんですけど、ルブアっていうね、すごいいいホテルで、後ほどまあ見ますけど、あの金色のあの塔みたいなありますよね。あれが私が先ほど泊まっていたホテルになってまして、あの本当に常夏って感じでね、日本は今11月なんですごい寒いと思うんですけど、かなりあったかくて最高ですね。夏好きの私としてはもう最高で、まあ、今回でも12年ぶりにね、海外に渡ってですね、気づきがあるのかなっていうことで、あの成長の旅という題してですね、ちょっと行ってみたんですけど、本当にね、来てよかったですね。本当に発見だらけで、海外旅行行ったことない人はぜひ行ってみてほしいですし、タイに行ったことない人もあのタイを私はすごくお勧めしたいと思います。まあ、私はバンコクにずっといたので、タイって言ってもバンコクしか知らないですけど、本当になんか人間を見るようでね、あの日本だと結構もう高度発展がね、終わっちゃってて、なかなかこう人間と人間のこうぶつかり合いみたいな感じはないとは思うんですけど、まあ、経済競争の中でね、そういうのはあるんですけど、もうタイの場合はもう路上にね、人が寝てたりとかして、すごいびっくりしたんですけど、死体かと思ったんですけど、本当に寝てたりとか、あの路面店で普通にもうキャッシュで全部やり取りするんですけど、あのお釣りをパクられたんですよ、一回で気づいて取り戻したんですけど、そういうのがあったりとか、あのまあ、そもそも僕らはね、同じ人間で地球上で生きてるわけですから、なんか人間の原点をね、再確認させられたような旅でしたね。あとは単純に英語力がすごく上がりました。あの英語をやっぱ身につける方法としては、やっぱり現地行って使いまくるのが一番いいですね。思ったのがですね、毎回伝えたい言葉を調べるんですよ。この言葉を伝えたいということで調べて、 Google 検索してやるんですけど、それやりまくってるとだんだん調べるのめんどくさなってきて覚えちゃうんですよ。例えば私はあのお釣りっていう単語をすごい使うようになったんで、チェンジとかね、チェンジってお釣りって意味なんですよ。あとはタピオカがね、さっき言いましたけど通じなくて、ブラックボールって言ったら通じたりとかね。あとはあのバッグを預けるっていうのはキープバッグっていうとね、あの預けてくれて、まあ、そういう風に感じですごいんですよ。本当にもう英語がやっぱ上達する感じになってきました。部屋入った瞬間にすごいいいホテル泊まって、さっきのルブアなんかね、ベリークッドとして言っちゃったりとかね、もう海外のね、感じがちょっと今身についてきてますね。ちょっとここの景色を楽しんでもらおうかと思うんですけど、ちょっと移動しますけど、こんな感じでね、今すごいロケーションいいんですよね。見てください、このチャオプラヤが、ここをね、船で移動できたりするんですよ。実は船です、昨日とか移動してたんですけど、こんな感じでね、すごいっすよ景色。なんかもう、まあ昼なんでね、めっちゃ海もテカってますけど、今日も晴れてね、この4日間全部ね晴れて、すごい良かったですね。素晴らしい。というわけで、ね、あの海外はね、やっぱ成長しました。あのもともと私カナダに行って、自分の人格が変わるぐらい成長したなと思ってたんですけど、っていうのがやっぱ日本にいると、どうしてもなんかこう消極性こそ美みたいなのってあるじゃないですか。なんかこう奥ゆかしさみたいなのもあると思うんですけど、あれはあれで日本でいいと思うんですけど、海外来るとやっぱ自分を主張しないといけなかったり、横断歩道とかも信号がなくて渡る必要があるときはもう絶対に自分が動いて車を止めてでも渡らないといけない、それが普通なんですけど、タイ、まあ、そういうのを学んだりとか、なんかエネルギッシュですね。とにかく夜とかもね、12時まで変な屋台のアートボックスとかいうとこ行ったんですけど、そこでみんながずっと飲んでて、まあ、西洋人ですけどね、ライブフェスがあって、別に入場料とか取ってないんですよ。その辺の酒とか飲んで、みんなで歌聞いて拍手とかして、それで終わりみたいな感じで、まあ、平和な感じね。そういうのがあったりとか、そういう場面があったりとか、まあ一方でね、すごいこう田舎の、本当にすみません、なんか電話がかかってきちゃって、あの途中で途切れちゃったんですけど、まあとにかくすごい成長しましたね。
またブログとかね、YouTube でこうやってアップしてね、自分の記憶に留めておこうと思いますけど、まあすごいやっぱ海外に来るとね、日本だけですから結局今まで見てきた世界っていうのはね、まあ、すごく英語もやろうと思いましたしね、やっぱ見ていくとなんか本質的な人間の本質的な部分に触れるっていうのが機会として多くてね、まあ、単純にやっぱり全然文化が違うんで常識が覆るっていうか、なんかありのままに生きてこうレッドイットビーみたいな感じでねちょっと思いましたね。はい、というわけで、バンコクねまたちょっと10年以内に来ようかなと思うんですけどね、まあ、もっと早いかもしれないですけどね、ちょルーフトップバー、スカイバーも来れてよかったなと思って、まあ、そこでまたちょっともっと美味しい酒をね飲めるような感じで納得した形で来れたらいいなと思ってます。またちょっと海外来たらこんな感じで撮影します。はい、今ですね、お土産マーケットに来てまして、こんな感じですごく、夕方に向けて光が綺麗になってきてですね、こんな感じでマーケットに来てるんですけど、まあ、さっきの海のところですけどね、こんな感じでマーケットがあって、すごく旅の終わりを今ちょっと満喫しようとしているところなんですけど、今回の、ね、旅で良かったのが自分に海外旅行は合ってるなと思いました。成長させるという意味ですごく合ってるなと思いまして、でどういうとこかっていうと、結構自分はゲーマー気質ですね、こもりがちなんですよね。でずっと同じような場所にいるのが好きで、一個ハマるとそれしかやらないっていう性格なんで、どうしても多様性が失われてしまってね、世界のことに関心がどんどんなくなっていくっていう傾向があってですね、まあ、それが結構海外に来るとこんな生き方もあっていいんだみたいな、なんか一つの生き方のサンプルができるみたいな感じですね。であとは今まで自分がそうじゃないといけないと思ってたことがかなり価値観として崩れるみたいなところがあってですね、相当こう価値観を壊されるというか、自分の殻を破るっていう意味でエネルギッシュになっていく感じがすごくしたんですよ。なので相当今テンションも上がってるしやる気に満ちてます。で帰ったらもう仕事と勉強しかしない日々を送ろうかなと。でそして納得した形でまたこの海外、まあ、タイかわからないですけど、いろんなところを見てですね、あらゆる多様性に触れて、まあ、日本人としてだけじゃなくて地球人として、まあ、生きていこうかななんてちょっと今思ってるところですね。すごい綺麗ですね。こんな感じでね、バンコクの都会のね感じがすごく出てますよね。なのでね、やっぱ自分のなんか生き方を見つめ直すじゃなくて、まあ、月並みですけどね、よくね海外旅行で成長しねえなんていう言葉もありますけど、私にとってはかなり重要な旅になったんじゃないかな。もう12年ぶりっていうのもありましたけどね、すごくいい日だなと。せっかくね地球に生まれてるし、いろんな人がいますから、後ろにもね外人いっぱいいますけど、相当私にとってはこれがきっかけになるんじゃないかなと思うんで、まあ、外人が喋ってますね、っていう感じです。なんで、またねこの夕日を見に来ようと思います。あとはねルブアの、バーにずっと行きたいなと思ってて、それにも行けたんでねすごく良かったなと思ってます。これ12年じゃ、これはね7年前に目標を立てたんですね。私が横浜に住んでる時にあのバーの画像を見て、ルーフトップシロッコスカイバーっていうところなんですけど、そこのバーにね絶対行ってみたいと、まあ、ロマンチックな感じで、ね、世界が吸い込まれていくようなところで酒飲んだらうまいんじゃないかなと思って、自分は実際飲んだらね相当うまかったんですけど、本当にこういう経験ができることは最高の、まあ、経験なんじゃないかなと思いますので、はい、ちょっと頑張ってね、また仕事で成果出してね納得した形でいくと。10年以内にルブアにも来ようかな、だからバンコクにも10年以内に来ようかなと今思ってますね。はい、ということで、まあ海外旅行に行ったことない人とかね、タイのバンコクに行ったことない人とかすごくおすすめですしね、私みたいになんかちょっと見つけるものを見つけてもらったらね、一緒に共有できるものもありますし、またなんか海外一緒に行きたい人も募集しようかなってちょっと思ってます。まあ家族とかね、まあいろんなプライベートな関係の人とも行ってもいいんでしょうけど、まあそういう海外旅行で発見できるような関係の人と行った方が面白いのかもしれないですしね、まあお互いいろいろ発見もあるでしょうし、まあ自由行動私は基本としているので別に決まりもないからね、いいのかなと思ってます。はい、という感じで、おすすめなんでぜひ。レポート以上です。